はい、ということでこんばんは、ゴシックヴィンテージの大本とカメラやってくれてるサスケです。はい、ということで今回ちょっと普段と違った入りで撮影を始めているんですけども、今日多分最初のスタートが外の映像から始まったかなと思うんですけども、ちょっと今日はあいにくの雨っていうお天気だったので、まあ、せっかくなんで古着屋店員の、まあ、ちょっと雨の日コーデといった形で動画を撮ってみようかなと思っております。まあ、ちょっと今日僕事前に最近通勤をキックスクーターでやってる関係で結構天気をチェックするようになったので、今日は雨だなと思って雨の日コーデをしてるんですけども、まあ、ちょっとサスケくんはあんまり雨のことを知らなかったっていうことなので、全然雨じゃないと思って高円寺着いたらめちゃくちゃ雨降ってて走ってきましたですね。なんでそんな感じだったので、まあ、メインはちょっと僕のスタイリングの方をご紹介させていただければなと思っております。ということでじゃあ早速いきましょうか。はい、じゃあ、はい、やっていきましょうか。はい、ということでまずどっから上から喋ったとか分かりやすいですかね。そうですね、はい、じゃあ上からなんですけど、僕まあもともとパーマかけてるっていうのと、クセっ毛っていうの、まあ、ダブルパンチで結構髪の毛くしゃくしゃになりやすいんで、雨の日は大体こういうキャップとかをかぶっています。キャップとか、まあ、ニット帽とかちょっとそういうまとめれるようなアイテムですね。これはどこのやつですか。はい、これは TCB っていう、僕がデニムを履いてたりするんですけども、岡山県の小島にある、へえ、いわゆるレプリカデニムというか、そうヴィンテージのデニムを、まあ、現代の生地で再現してたりとかっていった内容のブランドさんですね。生地感はデニムのキャップになるんですか。一応そういう感じですね。ただまあいわゆるインディゴではなくて、こうちょっとシャコールグレーというか、うん、っていった色味になるので、ちょっとそこは違うんですけど、結構生地感も良くて結構気に入ってるキャップですね。なんかミリタリーともすごい相性良さそうですね。その色味、そうですね、US ネイビーだったかな、ちょっとごめんなさい、アメリカ軍のメカニックキャップを元にしてる形なので、はいはいはい、やっぱりちょっとそういうミリタリー系のアイテムとも相性がいいんじゃないかなって思います。この形すごい可愛らしいですですね。意外と他のキャップにはないような形かなって思ってます。うん、でまあちょっとメガネとかその辺もアクセサリー置いといて、次上のシャツなんですけど、はい、まあ、これは別になんてことないというか、ドイツの60年代ぐらいのシャツになってます。うんうんうん、ちょっとこうイタリアンカラーというか変わったカラーをしていて、いいですね。そうですね、ちょっと折り柄もあって気に入ってよく着てる一着になっております。まあ、ちょっと古い年代のシャツとかは雨の日に着るのは、そうですね、怖いっていうのはあるの で、ね、なんか気軽に着れるようなヴィンテージのシャツ一着持っておくと便利かなとは思います。まさにそうだと思う。ちょっとさすがにね、20年代30年代とかシャツがなかなか手が伸びないので、うん、まあ、ちょっとこうさらっと別に汗かいても洗えばいいやみたいなシャツだと結構便利かなと思います。うん、やっぱ60年代ぐらいのドイツのシャツって個人的に面白いの多い気がするんで、そこら辺は狙い目かもしれないですね。ですね、しかも価格もやっぱりそんなに上がってるわけでもないので、うん、まあ、結構手軽に使えるし手軽に買える一着かなと思います。そうですね、はい、でそれじゃあ次下の方に行きましょう。はい、下はもう雨の日のメイン、もうですね、変な話上ってそんなに濡れないかなと思うんですけど、まあ、傘さしてればあんまりね、傘で上の方はカバーできるかなと思うんですけど、どうしても下って傘でカバーしきれなかったりとか、うんうん、下からの跳ね返りとかで結構濡れたりするので、うんうん、まあ、下は防水をちょっと意識してスタイリングしてます。はい、ということで今日下のパンツがこれアメリカ軍のエクボックスって有名なものがあると思うんですけども、それのオーバーパンツですね。一応これはゴアテックスになってるので、まあ、多少の雨だったら全然大丈夫ですし、うん、あと透湿性、湿度を逃がしてくれたりもするので、はいはいはい、ちょっと今日気温が多分最高で30度近くなると思うんですけども、うん、まあ、そんな雨の日でもあんまり蒸れずに履いていただけるので、ちょっとこういうやっぱゴアテックス系の素材を使ったパンツっていうのは、まあ、個人的に雨の日には欲しいかなという気はしております。なんかさっき、はい、前まではずっとゴム引きのパンツを履いてたっていう話があったんですけど、そうですね、やっぱり湿度がこもるということで、もう正直履けたもんじゃなかったですね。前までそうですね、この動画裏で話してたんですけど、 US ネイビーのゴム引きのオーバーオール
を、まあ、こう梅雨時期とか、今ちょっと梅雨ではないんですけど、まあ、こういう雨の時に着用をしてたんですけども、どうしても梅雨時期とか、まあ、このぐらいのまだ残暑が残る時期の雨ってやっぱかなり暑いので、すごい汗で蒸れたんですね。で正直ちょっと着心地も良くなかったっていうのもあって、最近ちょっとこういうゴアテックスのパンツに、まあ、乗り換えたというか、っていったイメージになっております。やっぱゴアテックスって僕実は一着も持っていなくて、なんかあんまりこう商品とかであったりはするんですけど、あんまり自分で買わないアイテムなので、やっぱり効果はすごいんですね。いや僕も正直これが1着目ではあったんですよ。はいはい。それでちょっとどんなもんなのかなと思って履いてたら、やっぱかなりいいなっていうのがあったので、ちょっとぜひ雨の日服装困るなっていう方、多分ヴィンテージ付けの方かなりいらっしゃると思うので、まあ、その時だけちょっと近代物だったりとかにはなっちゃうと思うんですけど、ちょっとこういうゴアテックス系のアイテム探してみるといいんじゃないかなと思います。はい。そしてじゃあ最後靴ですね。はい。靴はサロモン、まあ、これも有名ですね。確かフランス初だったかなと思うんですけど、のあのトレイルランニングとかハイキングとか、ちょっとそっちの靴をメインで作ってるブランドさんになっております。まあ、結構ここ数年ぐらいで、1、2年、3年ぐらいでいろんなセレクトショップさんとかが扱い始めたようなメーカーではあるので、結構ご存知の方も多いんじゃないかなと思います。割と最近名前はよく聞くようになりましたね。はい。まあ、形も結構いわゆるトレイルランニングっぽい派手なカラーももちろんありますし、今僕が今日履いているようなちょっと黒メイン の、落ち着いた普段の、まあ、タウンユースしやすいようなカラーも結構扱ってはいるので、でこれ一応僕が履いているモデルが、まあ、ゴアテックスのモデルに、こちらもゴアテックスで、そうですね、ゴアテックス、ここにちょっとゴアテックスのタグがついているんですけども、まあ、そんな形で一応ゴアテックスになってはいるので、まあ、こういう雨の日にゴアテックスのパンツとゴアテックスのスニーカーといった形で、もう足元はどんな雨でも大丈夫といったようなスタイリングにしております、個人的にこのシューズがもう雨の日だけじゃなくて、はい、あ、そうですね、なんかちょっとテック感ある感じなので、なんかミリタリーとかの相性だったり、まあなんかこの間の動画で話したような、はいはい、僕らが秋冬にやりたいようなコーディネートに差し込んであげるとかなりかっこいいスニーカーなのかなと思います。そうですね、個人的にもこういうスニーカーをちょっとあえてテーラードと合わせてあげたりとかっていうのもちょっとこの秋は、まあ、企んでいるというか考えているので、まあ、そういう意味でも、まあ、晴れでも雨でも結構使いやすいスニーカーかなと思います。一足あるとかなり重宝しそうですね。そうですね。でしかもこのサロモン、僕の履いてるスニーカーに関しては確か定価でも1万6000円とか、1万5000円台とかそのぐらいだった気がするので、はい、結構ゴアテックスのスニーカーにしては手が出やすい値段かなと思いますので、ちょっとこういう雨の日の靴に困ってる方いらっしゃいましたら、これまたこういうのもおすすめかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。っていう感じでざっくりちょっと僕の雨の日のスタイリング紹介っていう感じでした。完璧な防水コーデですっていう感じでしたね。ということで、せっかくなんでサスケくんももしよかったらちょっと映ります、さらっとだけ紹介だけはい、もう台風だと知らなかった日のコーデですね。もう全然普通のコーデなんですけど、はいはい、まあ上が780ぐらいの、まあ US のレギュラー古着っちゃレギュラー古着なんですけど、はいはい、まあ、このニットポロの色合いと、まあちょっと天気悪そうな感じはしてたので、はいはい、まあデニムでラフにスラックスとかよりかはこんな感じでいいかなと思って、でまあシューズが防水ではないけど、ちょっと雨の日にも履けるような、これがパラブーツのシャンボートですね。まあこの辺はオイルレザーで結構雨の日にも強いって言われてるシューズですもんね。そうですね、うん、まあ、ただ台風の日は向かないですまあただ高円寺がアーケード街なので、まあ、そこを抜けて走ってきたので、そうですね、大丈夫でした。まあ多少天気悪い日はちょっとこうレギュラー古着なんかも合わせつつ、いったのがまあ無難にいいのかなっていう気がします。小雨ぐらいだったらこういうパラブーツだったりの、そうですね、革靴も意外とチョイスしてみてはいかがかなと思います。はい。
ということで、はい、じゃあこんな形で本当にサクッと、はい、はい、ということでちょっとまた雨がどんどん強くなってきてるんですけども、だいぶまた降り始めましたね、はい、っていった形でちょっとね、雨で気分が下がっちゃうなっていう方多いと思うんですけども、まあ、こういう服装で気分上げていくのもいいんじゃないかと思います。はい、ということで今回の動画はこれにて終わりになりますので、まあ、少しでも参考になったらいいかなと思います。今回の動画面白かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あとはスタッフ僕ら2人のインスタグラムの方もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。